シネマライツ8は長野県松本市高宮中にあるシネマコンプレックス。株式会社北原が経営、運営している。本校では同劇場の前身である映画館松本テアトル銀営についても記述する。松本テアトル銀営はかつて長野県松本市上東に存在していた映画館である。第一次世界大戦が勃発した1914年に 銀栄座として開業。その後、1870年に開業した劇場、松本座を買収し、1963年に現在の名称となる。洋画の大作、話題作からミニシアター系の修作、仮作まで幅広く上映してきたが、建物の老朽化を機に2008年10月24日をもって閉館。銀栄座時代から数えて94年の歴史に幕を下ろした。 この劇場が発展的に生まれ変わったのが後日のシネマライツ8である。シネマライツ8は松本市高宮中にある伊東洋華堂南小本店向かいに2008年12月20日にオープンした松本市内発のシネマコンプレックスである。8スクリーンで総座席数は1374席。2009年10月には長野県認定の 新州おいしい空気の施設に選ばれている。2010年6月27日に松本演技座が閉館してから2017年9月21日にイオンシネマ松本が開業するまでは市内唯一の映画館だった。全スクリーンともサラウンド EXDTS 対応。3D 上映も松本市で最初に導入されている。ありがとうございます。